エイベル・タスマン国立公園はニュージーランド南東にある国立公園である。南東の北端にあたるタスマン地方に位置する。ニュージーランドに14ある国立公園のうち最小の面積である。公園の名前は1642年にニュージーランドを発見したオランダ人の公開家エイベル・タスマンにちなむ。国立公園は複雑な海岸線と砂浜、また 海岸線に接近する山々、また沖合に展開する複数の島々で構成される。タスマンがニュージーランドに到達する以前から少なくともマオリは500年間の間この地域で生活していたことがわかっている。マオリのこの地域の生活は季節的なものであり、海や川口、森林から食料を採集したり、サツマイモを栽培するものであった。 1642年12月18日、タスマンがニュージーランドに初めて到達した時には、マオリの部族であるマティトゥマタコキリ族がこの地に居住していた。ヨーロッパ人が現在の国立公園周辺に居住を開始したのは1855年のことである。ヨーロッパ人は森を切り出し、家や船を作っていたが、資源はすぐに枯渇した。 豊かな自然を保護するための運動が鳥類学者で、作家のペリーヌ・ミライス・モンクリーフが中心となって展開された。その結果、タスマンの発見300年を記念する形で、1942年12月18日、エーベル・タスマン国立公園が開園した。モンクリーフは1974年まで公園の責任者を務めた。開園式には、 オランダ女王ウィルヘルミナの代理でチャールズ・ファンデアプラスが出席した。女王はエイベルタスマン国立公園の保護者であった。エイベルタスマン国立公園の植物の中心はブナである。エイベルタスマン国立公園で一般的な鳥類のうちエリマキミツ水、ニュージーランドミツ水は森林に生息する一方で、成型は川口や湿地帯に生息する。 エイベルタスマン国立公園は北をゴールデン湾、東をタスマン湾に面し、沖合には複数の島が点在する。その中でもトンガ島はトンガ島海洋保護区が設定されており、ここはニュージーランドオットセイのコロニーである。トレッキングをエイベルタスマン国立公園でも楽しむことができる。皇帝 54km のエイベルタスマンコーストトラックは ニュージーランドグレートウォークスの一つである。エイベルタスマン国立公園の海岸線を歩くトレッキングコースである。それ以外には、所要時間3日、皇帝 41km のインランドトラックがある。それ以外のアクティビティは、海でヨット、ボーとカヤックを楽しむことができる。国立公園内には、2カ所、マウンテンバイク用のコースが設けられている。また、 免許制であるが、国立公園内には狩猟できる場所があり、そこでは鹿、豚、ヤギを狩猟することができる。ありがとうございます。